こんにちは、りょうへいチャンネルです。今回はまたしても今更2022年のゴールデンウィーク SP スカウト、今度は無料版の方ですね。まあ、ここまで引いてなかった理由は、この前お話ししたようにギュメイ将軍を引きたくない、それにつきます。その理由としても、闘技場でのその動きが変わってしまうからっていうことですね。でだから今回も同じようにギュメイ将軍は引きたくない。でその上でドルマゲスを先に引いてしまえば、まあ、ギュメイを引いてもいいっていう形なんで、狙うはドルマゲスです。前回 S めちゃくちゃ引いたけど、まあ、大当たり枠はカミューを2体引いただけでした。まあ、もちろん確率で言えば十分なんですけど、当たりのところが次元竜と竜王今もう貫突になったんで、それで、消えちゃいましたけど、とりあえず次元竜だけしか当たりが引けなかったんで、まあ、ちょっと、今回は当たりを引いていきたいと思います。当たり書いてないけど、アリーナも当たりですね。じゃあ、行きます。まあ、今回は、常設も入ってるから、こっちだと、そもそもあんまり、ね、文句も言えないというか、常設以外だったら。あとちょっと前回、私確率ってすごい収束すると思っていて、で前回すごくこう S、自力 S いっぱい引けたんですけど、実はその前が全然こういろんなところで引けてなかったんで、でその分が戻ってきたかなっていうだけであって、ピサンナイト貫徹してます。あ、これね、ありがたい気がする。お、あ、グレンデルも貫徹してるんだよ。でも今回だからもう少し S が残るか、それとも前回のが金ばっかり収束してしまうのか、数少ないかもしれないから S 頼む、ものにしてくれ。大当たり来い、頼む、お願いします。うわ、やった、これはやっただよ、大当たり枠だよ。これもうなんか何て言うか、 A 出すぎじゃない？ A 何1、2、3、4、5個、5個 A か。あ、そんなに多くないか。あ、でもなんかデビルモードが進んできたのはいいかな。いやー、よかったですわ。大当たり、もういいや。もう、ガンガンいきます。いやー、ありがたい。だってラプソン3突になると多分全然違いますよね。なんか途中で回復するのって3突ですよね。違ったっけ？いや、多分そうだと思うんだけど。まあ、あと、まあ、欲を言えばなんだけど、これはダメかな。これは飛ばしましょう。そう、前回 S めっちゃ引いたけど、全然この当たり枠、大当たり枠が来なかったから、なんかああいうのって多分見てても微妙ですよね。ふざけんなよ、 S いっぱい引きすぎだろと見せかけそんぐらいだったらいいわみたいな、そんな感じですよね。っていうか、人のガチャ見るのってどんな感じですか？うわ、やった。なんかそのあまりにも引けないと不憫にも思うけど、でもなんか当たりすぎると、なんでこの人こんなに引いてんのに俺は引けないんだみたいな気持ちもなってくるし、なんかどのくらいなんでしょうね。応援してはいても、頼む、いいの、お願いします、応援しててもなんか引きすぎると微妙な気持ちもあるし、あ、アリーナやった、当たりに加えたって言って、当たり、これ3突なんで、やったやった、これ当たり枠ですね。そうそうそう、応援してる人だとしても多分引きすぎるとなんかちょっとこう嫉妬心というか微妙な気持ちも出ると思うんですよ。で逆にそんなこの人好きじゃないかなとか、あんまそういうの良くないと思うけど、でもそういうなんかあんまりこう、そんなすごい好きじゃないんだよなっていう人でもなんか引けてないと、いや少しぐらい引かせてあげたいっていう気持ちも多分出てくると思うんですよね。これね、ちょっと今回は引きすぎだな。じゃあもう調子乗ってお願い、ベロニカ、ドレアム、ゼシカ、ああ、ありない、4突になった。うわ、これはありがって、いやこれね、やべえ、これ 前回はそう言うほど当たりに見えなかったけど、今回は来てるわ。じゃあ次行きます。やっぱ数じゃなくて質ですよね。もちろん数も質も両方だったら完璧なんですけど、だってもうこの時点で前回と同じぐらいの収穫は自分の中ではあります。これはダメかな、これ飛ばしましょう。
4回プラス確定のやつですね。もうこれで自力3枚、自力3枚っていうか自力しかないのか。あ、いや最後に確定があるんですね。そろそろ確率が収束して出なくなるか。この出ないですね。飛ばします。いきます。無料枠があと3、無料枠っていうか S 確定がないやつがあと3回。これ今2連続で S なしですね。いやー来ないか。これでいやなんかどっかでなんか変わんないかな。これちょっと連打、あの金のところでなんか変わってくれ。はい来い、変われ。変わらない。はい、サインナガトと。では、あ、まだ最後ではない。はい、これ今3連続 S なしですね。徐々に確率的にまずい方に収束していくのか。あ、来ないな。あ、これまずいな。では、確定のないやつの最後。あれ、自力、今3ですよね。あれ違ったっけ。いや、ん、いや、なんかこういうのって分かんなくなっちゃう。いや、そうだったと思うんだけど。でも、ラプソーン、アリーナ、アリーナですよね、多分。頼む、あと1個。行こうかな。よしよしよし、常設以外で。でも調子こいて大当たり枠を欲しがる欲しがる欲しがる、大当たり枠が欲しがる。来いベロニカ、頼む。くっ、いやー、神宇3突になった。超嬉しい。やっと大当たり枠だわ。うわー、すげえ。やった。チケット単発で当てて、今回のゴールデンウィークで3突まで行った。では、行きましょう、最後。確定があるやつですね。いや、なんか私、今まで闇鍋ガチャって、マジで全然いい思いしたことなくって。そう。アンルシアが実は、チケットで1回で出たんです。じゃあいきます。初めて闇鍋勝利した気がする。本当にダメだったんだよな、ずっと。もう一枚おまけあってもいいんだぞ。ないね。調子こいてベロニカてかベロニカ欲しいんだよな。やまびこがついてないから、やまびこお願いします。てかドルマゲスか、そうか、ドルマゲスが欲しいんだよ。でも絶対ギュメはやめてくれ。ピンポイントで外れがあるのが嫌なんですよね。頼む、いいのお願い。いや、うわー、まあ、ちょ、いやー、す、な、なんで。いや、いや、なんかいろんな人の動画とか見てて、なんか綺麗にオチがつく人いっぱいいて、なんでだろうって思ってたけど、いや、ないないわってこともないけど、これがだからギュメを引いてしまうと、どうしてもドルマゲスを限界ギリギリまで素早さ持っても抜いちゃうから、今せっかくこう闘技場でうまくできているのが同じ動きができなくなっちゃうんですよ。これどうしてももっと盛ればって言ってもドルマゲスの限界まで持ってもダメなんですよね。でちょっとこう素早さをギュメを落とそうとするとまたこれもちょっとうまくいかなくなってっていうの でだからこんな今更ガチャみたいな感じにならないきゃいけないぐらい周りの皆さんが引いてるのに、まあ3週間近く引かないできたんですよ。で今日朝、あ、今日じゃない、昨日かな、とりあえず、闘技場失敗しちゃったから、今年、今週。だから、優勝じゃない、ジェムのやつを引いて、で、まあ、
ギュメ引かないでドルマゲスも引かないで、まあ一気に回せばドルマゲスギュメ引こうがドルマゲスも引くかなぐらいの感じで来て、でついつい忘れてたけど思い出したかのようにギュメが外れって話をしたら、ここでしっかり落ち着けてくるって、これ今後闘技場どうしようちょっと迷いますって感じで、びっくりですね。こういう風に動画とかやってる人ってなんかオチがつく何かを持ってるというか、いや絶対自分持ってなかったと思うんだけど、その勝手に植え付けられるんですかねこういうのを。というわけで、あの当たり引いてはしゃいでふざけんなって思ってた方も、これで私闘技場の動きが本当にしんどくなるんで、どうかご容赦のチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。また、時々はこういったガチャ動画も出していきたいと思います。今後もドラクエタクトの考察をメインとして、で他にもいろんなことを動画として出しています。 YouTube やブログのこと、株のことで、それから今後いろんなゲームもやっていきたいと思います。ぜひ今後もお付き合いよろしくお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。失礼します。